これカチャカチャ鳴らすの大丈夫ですね。はい、よろしくお願いします。これあのガンザというのはね、その木の実がね、あのエゴの木っていうのの実が入ってます。でエゴの木はすごく硬くて亀裂が入らなくって、あの幸せを呼ぶ木と言われてるそうです。ですのでその実はね食べないでくださいねそういうあの木の実ということで、幸せになれたらいいなというふうに思います。戦争に行って、お墓に行って、死んじゃったよというようなお話、ずっと輪廻のようにね、こう繰り返されていって、まあ、未だに戦争が終わってないというね、あの世の中って、とても残念に思います。で、そういう、あの、今はそういう歌が多いですね。で、次の曲も、風に吹かれ、これも素晴らしいあの曲なんですが、
ってたら人が死んでね、泣き叫ぶ声が聞こえるのというふうに最後は歌ってるんですが、風に聞いてもね、もう本当に素晴らしい歌だなというふうに思います。で最後はね、パフを歌いたいと思いますので、皆さんさっきのガンザ思いっきり振っていただいて参加してください。よろしくお願いします。ケンさんが歌いますね。あ、私持ってくるの忘れましたね。何か一つ貸してください。ガンザソングといえばやっぱりあの PPM とかね、それからブラザーソーアーから始まって、で、今ユズとかね、いろんな若いあのグループがたくさん出ておりますけれど、僕らがあのフォークギターを手に取って、で、やっぱり一番最初に練習した曲っていうのは、吉田拓郎であったりね、それから、かぐや姫であったり、いろんなアーティストがたくさんいましたけれど、やっぱりその原点となっているのは今のピーター・ポーランド、それからブラザーソーアーね、このアーティストだと思います。でその中でもやっぱりとりわけてあのポピュラーで、皆さんがよく知ってらっしゃるパフ、ね、これを今から歌いたいというふうに思いますので、歌を知ってらっしゃる方は一緒にね、あの最後ですから、一緒に歌ってください。分かんなくてね、パフとかいうことだけどね、ニャニャニャのパフとかいうのよろしくお願いします。
ありがとうございました。また次々と素敵なグループが出ますので、皆さん応援ください。ありがとうございました。